さて、モンドの被害状況をまとめてリサさんに報告しないと。死亡者と怪我人はゼロ、瓦が割れただけ。これも記録するのか。感謝するぞ、栄誉騎士。代理団長が風魔流事件の経緯を公表した。心が奮い立つものだったよ。まさか事件の真相があのようなものだったとは。騎士団は危うく風魔流を殺そうとしていた。今考えると軽率だったな。しかし被害を受けた人々はいつ風魔流を許せるようになるだろうか。そしてどこまで許せるだろうか。まあ風の導くままに従うしかない。アルベドがいてくれてよかった。彼のおかげで守備がかなり楽になったよ。あの騎士団の首席錬金術師が手を貸すなんて滅多に見られることじゃないしね。ああ、俺も錬金術に興味が出てきてしまったよ。ついに来た。盛り上がってきたぞ。危機よ、災難よ、冒険よ、熱血よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。新たな冒険時代がやってくる。若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時こそ流災を鎮め、モンドを救うんだ。なんだと？流災が終結した？代理団長の演説を聞いていなかったのか？だと？風魔流よ、なぜもう少し耐えてくれなかった？我々の出番がまだだというのに。襲ってきたっていうのに、ジン団長とガイア先輩はどこ行っちゃったの？でもみんな頼れる騎士だから、最後までモンドを守り抜くことができたね。まあガイア先輩も何かちゃんとした理由があって動いてたはずだし、キャッツテールで酒を飲んでいたなんて可能性は考えないようにしよう。アルベドがいてくれてよかった。
あの騎士、ああ感謝するぞ、代理団長が。まさか、しかし、ま。さて、死亡者。ありがとうな。やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったらそれこそおしまいだ。お酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トアリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトアリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜トアリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も本当に信仰に熱い人たちですね。セピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ほーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、その統治者の仕業だ。あの手この手って、どんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に王子様と呼ばれている。ま、
情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうそう、騎兵隊の隊長なのに率先して戦わないんだもん。はあ、まああの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。今日のおすすめはステーキですよ。はっ、流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。ふーん、おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。お、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。最近ますます賑やかになってきましたね。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当にフーマリオと戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇鏡に何度催促されたことか。も、持ってきたけど、うん、ちょっとな。ん？貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え？その…いやー、天空のライアーだー！アルバド様、バーバラは一生かけ
けて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。天空のライヤーを僕に貸して。わからないけど、天空のライヤーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。僕が天空のライヤーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？金融野郎！おい、逃げるな！使ってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な義勇指示。統率を諦めたモンドの神、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。なあバーバラ、こいつの言うことは気にしないでくれ。え、うん、分かった。とにかくあなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど。お前はバーバラの治療をもっと受けた方がいい、特に頭の方をな。あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけどジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。あなたたちを襲ったのはファデュイ？ひどい。ジン団長はさっき騎士団本部に帰ったよ。なんとか証拠を見つけ出すって。でももし彼らが何の証拠も残していなかったら騎士団も告発できないかもしれないって陣団長が言ってた。
木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行、ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。ああ、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。逃したらまた一年待つことになる。はあ？そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。ありがたく使っておくれ。僕にダンディライオン酒をおごってくれたらなおさらいいけど。旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀融詩人だからね。ずっと同じ場所にはとどまらないよ。さっきも言ったように、神の目の所有者はこの世界で元神と呼ばれ、天空の島に登る資格がある。神の心はより上位の元素制御中枢で
七神の座を象徴するものだよ。ごめんね。僕も七神のうちの誰が君のお兄さんをさらったか知らないんだ。あ、そういえば僕も七神の一柱としてまだ自分の容疑を晴らせていない。確かに僕たちいいコンビだったね。そうだ、君がお兄さんを見つけたら新しい四風守護になってみない？ん？お前なんだか興味がないみたいだな。吟遊野郎、四風守護になれば人からうまいお供え物がもらえるって言うならオイラがやってもいいぞ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は吟遊詩人だからね、ずっと同じ場所にはとどまらないよ。トワリン、彼は最後まで四風守護としての責任を忘れなかった。だから僕は彼からその責任を取っ払って、そして僕の考える自由を彼に押し付けたくないんだ。トワリン自身に自由の意味を理解して選んでほしい。だって僕も神になる前はこうしてある友人に自由の意味を教わったから。僕に聞きたいことがあったら今聞いておく。ん？ガイアが言った情報か。なるほど、アビス教団の王子という人がトワリンの腐食を計画したんだね。トワリンをアビス教団の戦いの道具にするつもりだったのかな。でもアビス教団に王子がいるなんて聞いたことがないね。僕もそうだと思う。でもその最近になって出てきた王子はどうやってアビス教団を率いるポジションにまで上り詰めたんだろう。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。さっきのファデュイの執行官、神の心を手に入れたらすぐに撤退したな。それは騎士団の目撃者を作らないためだ。だってこんなことをして証拠でも残してしまったらセピロス騎士団との外交関係を断絶したと宣言したも同然だからね。こんなことをしたくせによくもモンドの盟友を続けてられるよな。はあ、アビス教団の脅威に対抗するために七国の人々は同盟を結ぶべきだったのに。ファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗、神の力の強奪に使って流災に乗じて騎士団に圧をかけるなんて。あ、天空のライアーといえばあの時リルックの旦那もその名前を口にしてた気がする。ファデュイが七国を闊歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だって言ってたよな。そう、さっき僕が言ったように彼らは氷の神から権力を授かり普通の人間をはるかに凌駕する力を手に入れた。氷の女皇、もう500年も会っていないな。彼女は一体何を考え、そして何を企んでいるのだろうか。今回の件の真相は君の七神を探す旅に未知の影響を与えるかもしれない。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。じゃあ早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。you